ドントブリーズは、フェデアルバレスが監督を務めフェデアルバレスと、ロドサヤゲスが脚本を手掛けた2016年公開のアメリカ合衆国のホラースリラー映画である。当作品には、ジェーン・レビ、ディラン・ミネット、ダニエル・ゾ・バット、スティーブン・ラングランが出演しており、制作は、ゴースト・ハウス・ピクチャーズとグッド・ユニバーストによる。舞台は、アメリカ・デトロイト。経済破綻し、 ゴーストタウン化が進む町で、養育放棄の両親と暮らす不良少女ロッキーは、いつの日か、共に、ここから抜け出そうと妹に約束していたが、そのために必要な逃走資金を得られるあてはなかった。ボーイフレンドのマネーから地下室に金庫を持っているらしい。視覚障害者宅への強盗を持ちかけられた彼女は、マネーと友人のアレックスの三人で真夜中に、盲目の男性の屋敷に押し入る。 だがその男は元、軍人であり、盲目でも、超人的聴覚と怪力を持ち、侵入者の殺害も厭わない恐ろしい人物だった。2014年10月30日に、フェデ・アルバレスが監督となることが正式発表され、翌年5月1日に、ダニエル・ゾバットの配役が確定した。そして3週間後の5月22日には、ディラン・ミネットがキャストに加わり、 6月18日で、ジェーン・レビとスティーブン・ラングがそれぞれ主人公と殺人鬼に決まった。主要撮影は6月29日から開始されている。物語の舞台はデトロイト市と設定されているが、実際の映像はわずかに廃墟の場面のみであり、大部分の撮影はハンガリーにて行われた。この映画はサウスバイ・サウスウエストで2016年3月12日にプレミア上映された。 スクリーンジェムズとステージ6フィルムズの配給により2016年8月26日に公開された。映画評論サイトロッテントマトズにおいてこの作品は10点中平均値を6.7点とする10本のレビューに基づいて78%の支持を獲得した。バラエティのデニス・ハービーはこの手のジャンルのファンが大喜びしそうな残忍で無慈悲な危険の中での 骨太な体験実習だと評した。ありがとうございます。